アイデアっていう雑誌読んだのよ。まあ、なんかあれって、こうハイセンスなアート雑誌じゃない。その中でね、AI 特集になった時に、AI による画像生成のステーブルディフュージョンっていうのがまああるんだけど、それ、俺も使ったことある。さすがだね。ファッションして結構使ってる。で、なんかそういうアート誌で、そのプロセスのとこに、さらりと、これをステーブルディフュージョンで生成したって書いてあったときに、それ、根拠弱くねってすげえ思うのね。根拠、なん証か、明ってこと？なんか、ステーブルディフュージョンを用いてっていう一文って、まあ、俺の中でゼロダメなんだよね。ああ、なるほどね。だから何っていう。そう。でも、知らない人は、ああ、AI が書いたやつか、みたいなさ。今はそれでごまかせてるっていうか、確かにね。まあ、アイディアって結構尖ってるっていうか、最先端なイメージなのね。いや、それがさ、もっと敷居の低いアート誌で、ステーブルディフュージョンを用いてだったら、ああ、まあ、それでいいんじゃないと思うけど、月間労働者とかそっち系に使われるべきだよね。労働者？だっそてれさ、は要はそういう仕事がさ、AI に置き換えることの方が、なんか価値があるわけじゃん。それがアイディアとして、スティーブルディフュージョンっていうその、クレジットがついているのは、確かに斉藤さんが言ったように、何それ、ゼロじゃんってなるけど、月間労働者でそれが採用されると、ああ、確かにこうやって、なんか仕事とか画像生成の仕事がなくなってくんだなっていうのはさ、リアルにこう差し迫ってくるけテーブルディフュージョンを用いて終わらすのはしんどいぞってど。思うけど、今はそれでまだハイセンスな分野でも、本当？それ。お本当ってあれだよ。うん。斉藤さん疑ってんじゃなくてさ、うん。それでハイセンスな感じで歌えてるって思ってんの？多分、読者は AI に興味があるし、AI ってすごいんだみたいな。そこで、ステーブルディフュージョンを用いて、はい、もういいよね。それ以上はもういいよね。もう大変でしょ？ステーブルディフュージョン出てきた時点でもう大変でしょ？と。もういいよね。で、思ったのが、それってなんか、自然の中に行って、その小枝とか拾って、アート作るようなもんじゃんって思ったの。今ピンとこないな、今。要はさ、枝とか、石とかさ、自然にあるもので作るときってさ、アート表現する上でさ、そこにあったものを選んで使うだけで、ステーブルディフュージョンだって、なんとなくそういうプロンプト打って上がってきたもの。それを使うんだよね。てか、それが頭の中に、はいはい、ステーブルディフュージョンが出したものは頭の中に寸分狂わずあったものです。じゃないじゃん、絶対。そうだね。で、それって、自然界に行って、なんか自然界のものを使って物を作ろうかな。あ、この枝を使おう。みたいな。それはちょっと違う気がするな。それはちょっとストーリーあるじゃん。自分が自然界に行って拾っで、てそきこたにい。あるもので作ったっていうのはさ、ちょっとストーリーあるじゃん。でも、それで言うとプロンプトなのかなと思って。ステーブルディフュージョンのプロンプトをどういうものを打つかっていうのが、一応そこにストーリーがあるのかなと思ってて。ああ、なるほどね。確かに。お前の頭にあったんじゃなくて、なんか抽象的に、なんだ、青、なんか大きい丸とか、なんか髪の毛が黒い色とか、そういう、なんとなくそういうのが欲しいなって思った時に、あ、満たしてる。満たしてる条件を満たしてるねって、それで、それができたからなんやねんって。え、でもこれ、それで言うと、この前の落合陽一の話なんやけどさ、落合陽一はさ、と、安宅さんはさ、それってすごいよね、みたいになるんじゃないんだ、あいつら。俺はそれ本当わかんないよ。確かに斎藤さんが言ってる通り。だから、ロボットチャーハン？チャーハンが作れるようになるの、これやばいですね、やばいですね、って言ったけど、え？チャーハンできただけ？ちょっと待って、これロボットチャーハンとは結びつかないのは、ロボットチャーハンはさ、やっぱり出来上がったものはさ、美味しいチャーハンなわけじゃん。え、でも、美味しいって、怪しいな、でも。そのなんていうの、チャーハン的なものじゃん。思ってたチャーハンと違うじゃん。で、それと同じ風にチャーハンを語るんだったら、ロボットにチャーハン作らせると。じゃサンドイッチができたと。いいっすよねって言ってるってこと。じゃないじゃん。彼らは、ほら、本当にチャーハン作ったからいいですよねって言ってるじゃんっていう。
まあな、確かに物理、チャーハンの材料置いてんだもんな、そこに。なんかその、そのやっぱ物質とやっぱただディスプレイに出てくるそのスティーブ・ディフュージョンだと、ちょっと俺のチャーハンの対比が良くなかった。いや、でも重要なことじゃない、その対比は必要で。だからその意味で言えばね、そのスティーブ・ディフュージョンを用いてっていうんだったら、その用い方にチャーハンの材料を入れなきゃダメじゃんっていう。うん。そのアーティストがスティーブ・ディフュージョンを用いているときには、少なくとも方向性は言ってほしいわけ。あ、じゃあそのアイデアの中に、だからめちゃめちゃ正しいプロンプト入れましたっていう証明が入ってたらいい。そう、せめてそのプロンプトは、どういう方向に行きたいのかってことを書かないと、はいはい、うん、全然それじゃあなんか。そこは企業秘密ですよってことなんじゃないの、あれ。そこはもう何、一言も言えないってこと、企業秘密すぎて。それが何に使われてるのか分かんないんだけどね、そのアイデアで紹介されてるとき。どの産業とか。だから別にそれはね、商業グラフィックではなかったと思うよ。それが抽象画だからこそね、うん、何やねんって話なのよ。ただでさえ人間が描いた抽象画に対してさ、人間はさ、適当なこと言えるわけじゃん。これはまあ、この時の気持ちがとかって。それを、うん、お前が一人でお前が書いたことですら証明できないのに、それをお前がさらにコンピューターになんとなくやらしたら、なんとなくやらしたものの連鎖を。あ、だからそれぐらいバカになれるよってことじゃないの、これから。その人間が。要するにさ、その、何の思想も持たずに、どんな青写真っていうか、自分の理想とか、理想の何かを持たずに、ただキーボードを打つだけで、ただその画像、それが価値なのか、NFT なのか、なんか分かんないけど、ただそのオリジナルなものが生成されるよっていうことが言いたいのか。理由ってものはいらなくて、なくて、ステーブルディフュージョンを用いたら、うん、OK みたいな。アートなの？そもそも。それはね、アイデアちょっと立ち読みしてほしいんだけど、もし機会があれば。うん。まあ、本当この背景みたいなもんですよ、背景、その今やってる。で、それをアートとして認識されてんの？読者に。うん。だってそうじゃなかったら、それ、アイデアだよ。なんでさっき言った雑誌なんだっけ？労働と人だっけ、なんだっけ？月刊労働者。すごくハイセンスなアート誌のアイデアにおける特集の話だから。まあ、そっか。じゃあ、アイデア側はとりあえずアートだと思ってるんだろうね。ことは確か。まあ、確かに。それをね、アンチ的な感じで、こんなものはアートじゃないって言ってればいいけど、うん、そういう感じではないかな。まあ、そこは実験段階なのかもしれない。タイトルがさ、こんなもんゴミや。関西弁、アイデアの特集が関西弁っていう初の。AI との共生っていうタイトルだから、確かに今って、そういう意味では、その問いは重要で、アート認定してるか定かではないよね。実験段階で、確かに。アイデアを読む読者は、短絡的に、ああ、これがアートなんだ、これが時代なんだと。次世代の。これがアートなのかっていう、この視点は必要なのよ。いや、そうですけど、何を言ってんの？当たり前じゃないですか。そういうぐらいの読者層なのかな。だから、いずれ、テーブルディフュージョンを用いて、なんていうのは全く意味をなさないっていうのが、10年後なのかな。それかまあ今そういうオープン AI みたいにこう一個しかないけど、まあ何個かステーブルディフュージョン的なのあるかもしれないけど、まあいろんな会社が乱立してさ。画像生成はね、3社ぐらい確か有名なのがある今のとこ。そういうのがいっぱい出てきて、なんかもうもはやになってくるんじゃない、なんつうか。うん。で、アートっていうよりなんか普通の人が使うみたいに写真加工みたいにさ、なんか一般的なところまで行くんじゃない？かつてフォトショップが出た時こんな感じだったのかな。フォトショップを用いてって言ったら、いや、フォトショップ用いててみたいな。確かにもう一般化して、うん、普通にデザイン系の人が使うよねみたいな感じになってくる。